愛の甘い名残に、あなたはまどろむ天使のような、その微笑みに時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて、指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる日が来ても、あなたと離れはしない。 Once more。 愛の甘い名残に、あなたはまどろむ天使のような、その微笑みに時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて、指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように、揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる日が来ても、あなたと離れはしない。はい、こんばんは。今夜もね、松崎さんのね、愛のメモリーを歌いました。2019年2月の9日土曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。今日もね、日付変えちゃったけどね、まだ生きてますね。こんな風に生存確認。どうも、遅くにありがとうね。トンさんどうもね。ハビさんどうもね。エイキさんどうもね。マイちゃんどうもね。歌いたいから立てます。どうもね。ワンスマ現金買えない人来なくていいからね。どうもね。ハビさんどうもね。ありがとう。お互いお疲れ様ね。こんばんはね。ワンスマは現金なんて言ってる人間嫌だったら来なくていいよ。ね。歌いたい歌だってます。その歌が嫌な人来なくていいからね。どうもね。こんな風に、いつものように、帰宅次第、生存確認の一環としてやってます。どうも、こんにちは。あ、どうもありがとうね。さて、今日も寒い。やっぱね、ほんと、こっちの方は雪降ってて、多少ね、荒川か全然ほとんどダメだったからね。やっぱ。八千代の方は、ね、だって1センチ弱ぐらい、多少ね、うっすら積もってる感じね。ちょうど帰ってくるときもね、なんだっけ、ふ、なんだ、粉雪みたいなの待ってましたね。こいつ、千葉県の八千代だよね。明日の朝寒いかもしんない。
推奨とかじゃないでしょ、これは。別にやりたいからやってます、どうもね。こんなもんにね、僕は個人配信なんで、推奨とか現金そんなもんありませんから、どうもね。なんだろうね、そうね、でも明日は、でも天候いいみたいよね、やっぱ今日よりかはね。大丈夫。だから、予定通りね、2ヶ月ね、休みになりましたね、キャンプに行こうと思いますんで。また、行きますよ、キャンプは。大丈夫。雪の予報とか、またね、まだね、2ヶ月の方がね、土曜よりがいいみたいだからね。よかった、よかった。予報もね、日曜は多少は気温は低いけども、そこそこ天気いいしね。月曜日もね、曇りが勝ってるという予報だから、行こうかと思います。あれ、大きいテント持って行こうと思う。行きますよ。だからね、また、早く家出て、明日朝、休みだけどね。それ、町屋にね、一応、もう、あれ、キャンプ道具まとめたからさ、今日遅くなったけど、そうだったわけで、あれ。もちろん、火曜日のさ、仕事のさ、作業服の用意もしたしさ、キャンプの用意もある程度しててるうちに、ちょっとあっという間に時間経っちゃってね。それで、そんなこともあって、ちょっと2、3時間でかかっちゃったんだね。今日、帰ったのね、早かったんだけどね。そうかな。8時過ぎには帰ったんだけどね、あれ仕事の準備とさ、あと休みのキャンプの用意とかしてたらね、ちょっと時間かかっちゃって、それもあってね。だから当然で明日朝、で、町屋に行ってその道具持ってキャンプに行きたいと思います。下手ですよ。行きましたよ。大丈夫よ。そうよね。その通りよ。下手でもやりたいからやってます、どうもね。何やっても下手でもしょうがない、ね。そういう人間です、僕は。勝彦さんってそういう人間よ。でもやりたいからやってますよ。楽しみだ。予定通りね、B ロックンでね、B ロックンを使って、焚き火台 B ロックンで、おからえと焚き火やろうと思ってます。そうね、今日も扱い飲もうかなと思いますよ、今日。それで。あ、そうです。今週ね、なんだっけ？なんだっけ？ YouTube でさ、アウトドア系の人でさ、モロケンさんっていう人がさ、ユウコっていうところのさ、中華製のさ、焚き火台紹介してたんだよね。よさげだなと思ったんだけど、やめた。なんだっけ？ 7000円から9000円ぐらいかな？業者に言うときだけどね、あったよね、見て。あ、いいなと思って、コンボックスでさ。まあ、値段はね、あれ、あのモロケンさんはさ、手頃って言ってたのはさ、あれ。あの高いメーカーなんだっけ？あんじゃ最近よく、なんだっけ？ヨーロッパ製の、なんだっけ？あの焚き火台。あれからしたら手頃って言うだけでさ、僕はビューロックメインに使ってからな。ビューロックより高いんだよね、あれね。あのユウコっていう焚き火台はさ。それで、いや、僕は。せいくんどうもね。今日は、そうさ、今日は、じゃあ、熱燗飲みましょうね、今日もね。睡眠時間でも、まあ、そこそこ大丈夫よ、でも、疲れがあって、本当ね。暑くて寒いからね。その後ね、昨日のパスタね、あれ、昨日 400g のうち半分食ったからさ、まず熱燗沸かそうか。早よ、早よ、また明日も早いからね。寒い、寒い。多分今日飲み終わっちゃうから、これ。蔵だより。缶だけ飲みます。これ飲みます。疲れた。もうね、あれ、パスタ茹でる。お湯も一緒に、缶だけのお湯と、パスタ茹でる。お湯の方も、火つかかけてきた。さて、扱い行こうかな、今日もね。ほんと寒い。多分今日で開くかな、これな。でかい、でかい、明日でかいテント持ってく。金着だにしようかな、明日。まあ、瓦系ね、瓦系。一番安いのは金着だね、西武線だから、そこ。
西武線。でも西武線は池袋乗り換えまで行ったんだよね、あそこの西武線はね。まだ東武東上線の方がいいんだ、あそこね。池袋から国電と近いからね、あそこね。安いよ、700円弱かな。でもうまいんだよね。寒い寒い。つけてこようか。預かりつけてきます。あしちゃんどうもね。ホットサンドね、ホットサンドのやつね、買ったのね。もう買ったけどあんま持っててないな。前に一回やったのに、日帰りでね、あれ。そうだ。あれ、ホットサンドじゃなかった、あれ。ダイソーの僕、あれ。あれ、ダイソーの煮物プレートあるじゃん、あれ、四角いやつ。あれをホットサンドガーで使って。あれがアートメモリーいいよね、あれ、ダイソーの。ホットサンドメーカーじゃないけどさ、ダイソー四角いやつあるじゃん、あれ。あれでホットサンドね、前にやったね、あれ。意外とあれ便利かもしんないね。あれね。それまだわかんないよ。東武東上線の可能性もある。明日になったらお楽しみに。東武東上線の可能性もあるね。ね、千葉県だったらさ、富津公園からさ、八千代からだったら聞かんだけどね、あそこはね、冬場使えないからね。じゃあ、つけてこようか。で、今日はね、今日のパスタはこれ使うよ、これ。おなじみバター醤油、その後ね、バター醤油。昨日これ 400g の半分食ったんで、残りの 200g、 これ今沸かしてます。乗り換え間違えることはないです、ほとんど間違えることないです。乗り換えは間違えない。間違えてたらさ、寝ちゃってさ、過ごしちゃうことあるね。よく寝ちゃってさ、ね。たびたびあるね、寝ちゃってね。よくあることで寝ちゃってさ、ね。困んね、それね。悲観したことはないよ。寝ちゃってなるよね。例えばね。相互サンドも行っちゃう。まあ、ね、そう、相互サンドも。いや、形勢は相互サンド尺だからね。相互サンドまで行っちゃうときあるんだよね。あれ、辛いよね。相互サンドまで行っちゃったらね。逆に、抹茶に帰ろうと思った場合、まだ、抹茶だって大体上野だからさ。まだ上野と抹茶大した離れてねえからさ。あれ、辛いよね、あれね。大した。ね、ほんと、相互サンドからだったら、帰りが大変だもん、ほんと。上野だったらまだいいよね。上野だったらね。上野と抹茶大した離れてねえからな。ソープランドは行かない。ソープランドは行ってらんないよね。だから宝くじ当たったら行こうね、ソープランドね。でも、今、早い、ほんとこれ、ほんと言った通りだ、これね。昨日やって分かったけど、これ3分だ、本当に。サラダスパゲッティよりかも早いんだもんね、これね。意外と。で、400g まだ100円だもんな。安い。今日も熱燗パスタ。だからなんか、ラジオの景品で当たったらなとか思って、それも可能性なね。よくあるじゃん、ラジオとかメールとか電話してるとさ、何名かに宝くじとか、たまにあるよね、そういうのね。あれ、調子率調査週間とかでさ、たまたまそれで当たって、それが、まあ、すぐ生まれだけど、そんなもんはね。買わなくてもそういう可能性もあるからね。そうだ、トルコ、外国産でしょ、当然。トルコって書いてあるもん。トルコ産で、だから安いんだろうね。ね、トルコ産って書いてあります、トルコ。ね、だから安いんだろう、これね。400g 入って100円っていうことね、書いてあります。トルコ産。じゃあ、ちょっと入れてくれようか。
はい、今入れてます。どうもね。ああ、もうそろそろできるかな。ね、3分だからね。はい、どうも。そうね。もうそろそろできるかな。どうもね。今日はね、缶酒とパスタです。バター醤油で今日は。これも100円でいいよね。200g に、ね、これね。ニンニクの、揚げたのが入ってんだよね、これね。そうね、あったかくていいよね、うん。明日シャンプーだぞ、シャンプー行くぞ。うん、ビロックもっとおがら、燃料おがらえと。一応ね、念のためにね、クッカー、ソロストーブ引いたから、ソロストーブ1個持ってこうと思って。万が一的に、あれ、変わるね、もしね、ソロストーブ使えるような燃料があったらそれもやってみようかな。なくてもね、かさばんないからソロストーブ1個持ってく。明日の焚き火台は B6 君とソロストーブで、一応ね。まあ、燃料ないようだったらさ、起きてるな。まあ、B6 君で置かないとね、うん。暖房はね、電気カーペットとエアコン入ってますね。じゃあ、もういいかな。もういいかな。本日のパスタだよ。本日のパスタ。昨日に引き続き半分の 200g のパスタ。はい、パスタが茹で上がりました。200g です。おお、山盛りにこれかけます。バター醤油。昨日は海の海クリームだったね。今日はバター醤油。バター醤油。バター醤油ね。バター醤油。香りがいい。
こんな感じね。で、混ぜようか。おー、いい香りだ、バターの。焦がしバター。 200g、 まあ2人前だからこんな感じだろうね。これで50円分ですね。400g 入って100円だからさ、半分だから100円分。やっぱり、100円分です。で、パスタソースはこれ100円だからさ、150円。で、まあ、こんなもんでいいかな。で、ニンニクとこれ、乾燥具。海苔とニンニクと唐辛子。こんな感じ。はい、乾。はい、もうね、はい、完成。ああ、いい香り。バター醤油パスタ。青のりとニンニクと乾燥したニンニクと、唐辛子。鷹の爪の輪切り。ああ、グリーンがいいね、生えてて。ああ、いや、そう、200g だからね、2人前です。あー、うまそう。いただきます。うん、今日はバター醤油ポスター。ちょっと混ざりが悪いけど、こんな感じ。じゃあバター醤油パスタ、これね。こんな感じ。いただきます。いつも同じじゃないよね。うん、チューマー食うときもあるしね。うん、丸星食うこともあるしね。いろいろ食ってるよね。うん、煮込みラーメンもあるし、煮込みうどんも食べるしね。いろいろ食ってますよね。うん。うん。昨日と同じ、昨日とパスタ重なってて、その前はさ、煮込みラーメンだったりするでしょ。その前は煮込みうどんだし。ね。そうでしょ。ね、鶏皮も食うしね。うん、じゃがいもも食うし。あ、うまいよ。うん、昨日と今日一緒なのはさ、同じ 400g の時買ったからさ、袋開けてるからさ、あれで半分だけ置いたらあんまさね、悪い人っちゃね。そうでしょ。袋開けたもんだからなるべく置いときたくないからさ、2日続けてパスタなわけよね。同じ袋だからさ、400g ね。あんま大きくないもんだ、あれ。袋開けたやつね。うん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 。今日はね、このバター醤油パスタで預かん。もういいかな、缶だけ。もういいかな。本日もあったかいの、パスタと缶酒、パスタと缶酒です。こんな感じで、はい、乾杯。野菜は乾燥具材が入ってる。ニンニク、鷹の爪、唐辛子。これ青のり。パスタもこれ小麦粉だからね、野菜、小麦粉は野菜に入んないか、穀物は。どうかな。うん。やっぱバター醤油、日本的にうまいよね、これね。ね、絶対これ、
本番にはないよね、こんなパスタね。うん。ほんと醤油ってよく言うもんね、外国人が行くと日本はさ醤油の香りがするってね。日本は住んでるか分かんないけどね。そうね、キノコですとね、ね、めんどくさくてなかなかねやんないんだよね。ちょっとね、やっぱソースまだなかったね。この辺バター醤油パスタ、うん、うまい。ほんとだ、この間ちょっと前以前の書き込みあったじゃん、ローソンストアのはさ、サラダスパゲッティ茹でなくてもさ、あれサラダスパよりも早く茹で上がるパスタがあるってね、このことなんだろうね。やっぱそうだね、ほんとね。サラダ、普通サラダスパゲッティはさ、あれ短いのが 200g で100円ぐらいだもんな。まああれよりか、はあ、うん、ご飯も炊かない、ご飯午後は炊かないで、せいで3合だな。3合でもきついぐらいだもん、3合。この間さ、日帰りでさ、3合炊いて食ったけどさ、あーでもいっぱいなっちゃったな、3合ね。でも2合でも田舎いっぱいなるもん、もう。うん。で、パスタをさ、山で食う場合はさ、うまく研究してさ、ね、あれ、分調して、お湯をさ、ゆで上がりとともにさ、水分なくなるようなことしないとね、あれ、湯切りできないもんね、山だとね。それ考えながらやってる人いるけどね。あれも分かんない、難しいようになるね。山で食う場合はさ、お湯捨てらんねえからさ、ね、なんとかね、うん、あれ難しいようだからね。じゃあ、今日はこれでしまいだ。じゃあ最後に2合目をこれでつけとこうかも。多分これで開くと思います。じゃあ最後これつけときます、お湯に。はい、この2リットルパックもこれでおしまいです。よし、じゃあつけときます。じゃあこれ最後お湯に入れとく。よし、あ、いい感じだね。でも休み前は嬉しいね、やっぱね、うん、早いもんだ、ほんと。うん、そうだ、よいしょ。うん、うまっ。湯たんぽ持ってかない、湯たんぽ ね。でも今回前回みたいに大きめのテントが多少あったかいと思うしね、うん、楽しみだ。あれでもでかいとめんどくさいけどいいね、やっぱでかいと。この間使って気に入っちゃった。そしたら前室だけでさ、あれ一人用のセント分ぐらいあんだもん。全室だけであるんじゃん、地べたに。あれだけで一人用のキッチンセント分ぐらいあんだもんな。でっかいとね。いい感じよ。うん。足りないね。混ざり気が足んないんだよ、混ざり気がね。少し。醤油がまだか、うん、下手くそだったね、こうやってね。うん。でもうまいよ。うん。ちょうどいい、ちょうどいい。まあね、うん、うん、昨日と一緒だけどね。
には漏れませんよ、僕は。まあ、誰がそんなことね、漏れませんよ、僕は。ヤマンさん、どうもね。うん、いたよ、ヤマンさん、どうも。あ、文化だめね、ずいぶん前。ね。ああいう経験があるからね、僕はね、文化だめはね。だから焚き火で炊けるんだ、もともと。アウトドアでご飯炊く前からね、家ではね、ガスで普通に鍋炊ききてたからね、ご飯はね。だから別に大したことない。多分ね、多分今の人はさ、ほんと、炊飯器で炊いたことない人はさ、ね、あれ、アウトドア炊くのは大変そうかもしれないけど、僕はもともとね、家でもね、普通に鍋で炊飯してたからね、うん。簡単ご飯は最初は普通に火つけて、沸騰したら弱火にすればいいんだもん、ご飯なんか。簡単だよ、あのね。そんな難しくない。焚き火の場合は意外と難しいようだけどね。焚き火ってさ、火を足さなきゃさ、火は弱まっちゃうからさ。ね、それでいいわけ。それを思えばさ。まあ、意外とね、焚き火でご飯が簡単なところはそうよ。要は沸騰する頃いい具合にね、薪が減ってくるから、大体ね。まあ、ね。そうしたらもう足さないでいいわけ。足さない限り、それ一人秘伝の気がする。そう。焚き火って意外と、難しそうで簡単なそこなんだよね、火加減がさ。薪を足して火吹き棒で吹かなければさ、火は弱まってくからさ、ね。最初は強い状態でかけとけばさ、沸騰する頃にはさ、そのままだったら大体火は弱まってくるんで、うん、入れなければ、うん。それでいいんだけど。ないでしょ、もう出ませんよ。うん。洗っても起きないんです。これ洗ってますよ。うん、洗ってます。起きなかっただけよ。洗ってるけどね。うん。わからない空気に入ったら、わかりも経験ないから。うん。うん。油敷いた方がいい油。書いてあると思うんじゃ、説明書に。うん。油敷いて。ね、ペーパーでさ、油伸ばしてね、うん、そうなんだ、どうも、そうなんだ、飲み物じゃありません、食べ物よ、食べ物ね、噛んでますからね、うん、バター醤油パスタ、うん、うまい、これで150円ならいいよな、これな、ね、そうです。知りません。今日買い物しなかった。今日買い、遅いこともあって買い物はしなかった、今日はね。全部買いたかったもん。今度月曜日か。月曜日は帰り買ってこないとな。下げないからな。あ、でも、冷蔵庫の中には缶チューハイが2本入ってんだよな。缶チューハイが2本。あれで、ね。焼酎ハイボール。ね。
そうみたいね、明日ね。で、まだ2月だからな。2月の後、10日だもんな、またね。まあ、ね、場所が違うもん、北海道とはね、気候帯がね、北海道とは。で、奥多摩なんか寒いと思う、こういう時の奥多摩はね、平野部と10度ぐらい違うからね。だから奥多摩なんか一日中氷点下かもしれないね。奥多摩、文句言ったの、年末年始の頃だったら、昼間だったらね、あれ、日中、昼ぐらいだったらさ、2度ぐらいまで行くから3度とか4度まで行く。多分ここみたいな時だったらさ、昼間も氷点下かもしれないな、奥多摩のあたりね。今日はこぶちゃかけないよ。今度僕もやってみたいな、本当に。今度、奥多摩で釣りキャンプやってみたいな、星野さんみたいにな。やってみたいね。穴釣りしてさ。奥多摩の場合はさ、あそこね、前お金払えばいいんでしょうね。お金、なんで、なんだっけ。年金かなんか、なんとか券だかお金払っていく場合ね。穴釣りだったらいいかもしんないね、穴釣り。ね。そんなかさばんなさ、穴釣りやってみたいね。奥多摩のさ、村役場下のとこでさ。穴釣りキャンプ1回ぐらいやってみたいね。ホイノさんの動画見れば分かるんじゃん。穴釣りですっての食べれるよ。ね、食べてるもんね、ホイノさん。穴釣り。穴釣りっていうのは、短めの竿でさ、穴に垂らして、ハゼ科の魚みたいなのと捕まえるみたいね。すごいな、あれ。そういうのさ、ああいうの捕まえてきて。家で飼ってんだもんな、すごいよな、あれな。余震ね、なんだっけ、あれ。なんだ、あれだ、あれ。星野さんがすごい見てると思った。あれ、畑正憲のムツゴロウの動物王国みたいだよな、星野さんね、あれ。その動物王国のミニチュア版みたいだね、あれね。ほんと考えたらあれね。ニンニク。あ、こんばんは、しゃべくりさん、どうもね、こんばんはね。パスタよ、パスタ。スパゲッティよ。何だったかな？じゃあ、パスタよ。一人では買えないで、一人も。本屋さんみたいに家じゃないわ。昼間仕事行ってんだもん、買えないでしょうね。一人暮らしで昼間仕事に行ってんじゃ、買えるわけないよ、動物。牛タンは別に食べたいと思わない、別に食べれないわけじゃない、無理して別に食べたいと思わない、あんなの。別にいいや。あ、気分もだんだん薄くなってくるな、あれね、見てるとね、髪の毛がね。あ、うまかった。バター醤油パスタ。バター醤油パスタ、美味しくいただきました。よかった。自分で釣った魚ね、いいよね。
よかった、星野さん。今回、この間、おとといのあたりの動画だっけ？なんだっけ、あれ。ちょっと食った、唐揚げ一緒に食べたね、あれね、唐揚げ。通ってない、あれは。あれは、アベックだったか、あれ。男の子と女の子はあれ。アベックだった、あれ一組。あ、もうあれでカップルだから来てたの、あれ。じゃあ、さっきの短冊元が最後。さっきの短冊元、もう使ってるかな？持ってきます。本日最後、預かる。さあ、これで閉めます。これで閉めます。いいね。はい、乾杯。いいよ、無理しないでいいよ。いいよ、勝つ。無理しないでいいからね。しゃべり、あきぼうさんの、ね、突破オフ会か、新宿の駅前で待ち合わせしたやつ行ったよ。去年かな、去年。だと思う、確か行ったよ。新宿鳴門前にアキボを見に行ってきた。日曜の夜に珍しく出てくるあれ。行かないよ、もう日曜。2チャンネル見てたからね、新宿のとかオフ会で行ったけどさ、オフ板でさ、2チャンネルなんか見てたのだって、30前後の頃だからさ、10年以上前だもん考えたらね。あの頃はね、30前後の頃はさ、2チャンネルのオフ板とか行ってよくオフ会行ってたから、あの子よく新宿とか行ってたからあの頃はさ。でもあれ見なくなって、もう10年以上経つからな、2チャンネルとか。だから全然最近は新宿行ってなかった。あれ久しぶりの新宿だった、あれ。八郎さんかね、ああいう人が八郎さんで、ね、すごいなあれ、ね、考えたらね。あるのか、どうだろうね。激怒しないやら、自分で払う、その割り勘の方がいいじゃん、自分で。だからよく僕は、おごってもらうよりもさ、いいじゃん、あれ。気兼ねなしで。割り勘の方が僕はいいと思うよ。割り勘が一番いいじゃん。おごってもらうとさ、気になっちゃって心配仕方ないけどさ、割り勘が僕はいいと思うよ。そういう考えて。その辺、秋広さんはよくわかってるんですよ。だから割り勘なわけよ。おごられる方も辛いもんね、やっぱりね。それ考えたら割り勘が一番いいよね。芸能人タイプは別にいないですね、別に。みんなタイプかもしんない。タイプって言い出したら。猿岩石の2人とも可愛いと思うしさ、みんなタイプだと思う。もちろん。みんな宮崎あおいちゃんとかも可愛いと思うし、みんないいよ。ゆずの2人も可愛いし、みんな可愛いじゃん、芸能人って。特別タイプはいないし、みんな可愛いと思う、僕は。ね、みんな可愛いと思う。もうすぐ活動中止、嵐も可愛いよね、みんな5人だ。5人とも可愛いと思うし、みんな可愛いと思う、僕は。タイプは特別な代わりに嫌いな人も別にいない、僕は。わかった？どう、一応、付き合うのはどの程度か分かんないけど、付き合うって言ったら普通に、付き合うと思うよ。付き合ういろいろあるもんね、普通にさ。ね、付き合いますよ。おまんこなくてもいいじゃん。お尻の穴があるからさ、ね。平等とかじゃない。平等とか関係なしに、結構、かわいい子いっぱいいるよね。女の子でもかわいいと思うよ、かわいい子。かわいい子いっぱいいるよ。例えばさ、あれ。もう可愛いなと思うな、あれ。ダウンタウンの浜田の奥さん。あれ可愛いよね、あれね。多分僕より何歳か年上だと思うんだ、確かに。でも可愛いんだ、あれね。ダウンタウンの浜田の奥さん可愛いな、あれね。可愛いな、あれね。なんだっけ、あの名前、あれね。
あれ可愛いでしょ、ダウンタウンの浜田の奥さん。可愛いあれ。でも見た目次第だよね。若い子はみんなね、ダウンタウンの浜田の奥さん。やっぱタレントさんだからって可愛いあれ。誰も相手にされないからさ、いいよ、情報でもね、でもいいや。ね、可愛いなと思う。あとさ、YouTube なんかで昔の動画見ると可愛いね。やっぱ昔は若いの。例えばさ、山口百恵ちゃんがさ、青い果実とか歌ってる頃の動画とか見ると可愛いと思うな、あれ。ねえ、あの頃。まだ15、6でしょ、あれ。青い果実歌ってる頃って。ああ、可愛いね、あの頃ね。いや、百恵ちゃんももう50過ぎだもんね。もう子供が30だもん、30代だもんな。ああ、すごいな。そりゃそうだ、だから、加藤ちゃんもいい例がそうじゃん、加藤ちゃん。ね、若いのこと再婚したもんね。で、貴乃花もそうかもしんないね。最初の奥さん8歳年だったからな。ね。今度さ、結婚する場合は若い子と再婚可能性あるよ。ね、芦田愛菜ちゃんぐらいの、ね。あ、加藤ちゃんも一番最初は年上だもんな、結婚した人な。そうね、麻布十番か。あ、行ったことあるよ、麻布十番は何度かね。麻布十番。あそこはさ、地下鉄通ったの遅いからさ、23区で都心の割にはさ、ね、そうだね。あれ、それほど、勝手に開発されてたんだよね、麻布十番ってあそこ。地下鉄通ったのが遅いから、あそこはね。ありがとうね、46歳すごいよね、そりゃそうだって。両親が自分より年下なんだ、前。まあ、そうだよ、その結婚した彼女の両親は。自分より10歳ぐらい年下なんだもんな、俺のことね、ほんとね。それはすごいな、ほんと。でもいいと思うよ、ほんとね。割り切ってんだろうな、ほんと。でも結構持ってると思うじゃん、結婚してね、意外とね。そう思わない？結婚ってすぐ別れる人いるもんね。少なくとも、あれ、坂上忍より持ってると思うよ、あれ。坂上忍なんか、結構すぐ別れちゃうもんね、あの人ね。そう思わない、あれ。加藤茶さんにはかなわないね、やっぱりね。そう思わない？ね、絶対そうだよね。坂上忍より期間持ってるでしょ、あれ。期間としてはね。あの人早かったもんね。お金よりは、あれ、名誉的なもんまあ、お金ってそんなないと思う、実際のと。タレントとしてそんな出てないもん、今。一時からして、するね、ドリフも番組今やってないしね、だから。でも、加藤茶というネームバリューがあるんじゃないの？それがですと、やっぱりね、まあ、さ、そのネームバリューもさ、最終的にはお金だろう。そういう意味のお金だと思うよ、僕は。財産本当ないと思う、加藤茶は、実際。あんま、タレントとして、まあ、だいたいバリバリやってる方じゃないもんな、あの人ね。で、すでにさ、ドリフターズの加藤茶ってことは、それなりの、ね、知名度があるからさ、それだけのある程度できると思う。それだと思うよ、僕は、ね。そういった意味のお金だろうと思う。現金的な、財産的なあれ、預貯金とかそういう意味のお金じゃないと思うよ。預貯金とかそれほどないと思うし、でも、タレントとしてのさ、あれ、ね、知名度的な意味でのお金って、金銭的価値はあると思うんで、それ狙いなのは当然でしょうね。ドラマだもんなるしね、あれね。ドラマ担当だもんね。加藤ちゃん。チョベリグはしてますよ。チョベリグね、どうもね。かっこよくないよ。かっこよくないよ。
おしまいだ、今日。じゃあ、この辺で終わります。ありがとうね、遅くにね。じゃあ、明日はキャンプに行きたいと思うんでね、よかったらね、後日動画アップするか。ライブ配信したらライブ配信しますんでね、おやすみなさいね、今日この辺でね。では、また明日 B6 持ってキャンプに行きます。おやすみなさい。どうもありがとうね、皆さんね。かっこいいはないよ。書こうと思うかな、大変だもんな。では、また。ありがとうね、皆さん。おやすみ、ありがとう。ありがとうともしない、どうもね。締めはこれでおしまい。では、また。終わります。じゃあ、最後にもう一回。最後はこの歌で締めようか。最後はこの歌で。愛のメモリー。愛の甘い名残に、あなたはまどろむ。天使のような、その微笑みに、時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて、指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる死が来ても、あなたと離れはしない。はい、ではまたおやすみなさい。どうもね、ありがとうね、またね。では、また明日、おやすみなさい。終わります。はい、終わりました。ではまた。ライブ配信終わった。また明日ね。夜が明けて、キャンプに行くぞ。楽しみだ、キャンプ。久々キャンプだね。楽しみだね。ではまたね。じゃあ、2ヶ月とキャンプに行くぞ。楽しみだ。ではまた。